か。やぎたのゆうぎょうグレープ。さあこのモンスターは一体何かな。正解はなんやこれアイスヤグタウンです。さあ今日のクイズ分かりましたかね。 FF13 のライトニングさん、高速の弓を持ち重力を自在に操る高貴なる女性騎士、実態は地方警備員というねライトニングさんでした。これね理解できたという方、もしよかったらグッドの方を押していってやってください。さあということでね、実際このデッキライトニングウォリアーをね使っていくデッキとなっております。まあライトニングウォリアーといっても実際はシンクロメインの時代にシンクロをしていこうといったデッキですね。これが強い。もう自由にね、好きなモンスターを出していけるので、あくまでねこのライトニングウォリアーは選択肢のうちの一つとして捉えてもいただけたらなと思います。さあということでレベルの低いねシンクロモンスターから紹介するよ。幻想の守護者アルマです。もう言わずもがな、星5のシンクロモンスター、戦闘を行うときに相手ダメージステップ終了時前魔法トラップモンスターの効果を破壊できないというね非常に凶悪なモンスターです。で星7で採用しているのがライトニングウォリアー。戦闘によって相手モンスター破壊し墓地を送った時は地合い状態で相手の手札の枚数 ×300 ポイントのダメージを相手ライフに与えることができると。火力が2400、やはりねちょっと劣るんですよ。ライトニングウォリアーを出すのであればジャンクバーサーカーを出した方がちょっといいかなと正直今の環境では思いますね。ジャンクバーサーカーは攻撃力が2700と、で、墓地のジャンクとなついたモンスター一体をゲームから除外し相手フィールド上の表側表示モンスター一体を選択し破壊することができる。上に、このカードが周囲表示モンスターを攻撃したダメージステップ開始そのモンスターを破壊すると。このね、第2の効果、第2の効果というか、まあ、この効果がすごいね、このデッキとは相性がいいです。まあそれは後々説明しましょう。でスターダストドラゴン、これね星8のもうドラゴン族チューナー、まあチューナーじゃないシンクロモンスター、もうね言わずもがななんで説明省きますが非常にねスターダストドラゴンも出しやすいデッキです。で、ギガンジョー、こういったねもう単純にもう火力要因として全然ね出せないってことはないんで星9ですが出しやすいモンスターとなっております。さあじゃあ一体ねどういった、構築でいくのかというと、墓地よりウェブコーのこれでね初期墓地、星2のモンスターバージャーが、常にねおる状態となっております。でジャンクシンクロン、チューナーはもうジャンクシンクロンの、オンパレードオンパレードっていう表現であっとんかわからんけど、ジャンクシンクロン星3のね、チューナーモンスターです。召喚に成功した時に自分の墓地のレベル2以下のモンスター1体を対象とし守備表示で特殊召喚することができると、バージャーがいるんで、まあ、間違いなくね星5の、アルマデスは召喚することが可能だと。でさらにね相手モンスターを奪っていこうじゃないか。ゼノ、これねリバース、相手フィールドのモンスター1体を選択してエンドフェーズまでコントロールを得ることができるということで、ゼノをリバースして相手モンスター奪ってジャンクシンクロンで、シンクロ召喚と。でいろんなねでジャンクシンクロンをそれで召喚したらそう墓地のモンスターを特殊召喚することもできるし、まあ本当いろんなレベルの、幅を利かすことができると思います。でので相手のモンスター奪ってから、選択するということもいいし、で気候忍者アースをね入れております。相手フィールド上にモンスターが存在し自分フィールド上にモンスターが存在しない場合このカードは手札か特殊召喚できるという、特殊召喚もう召喚条件使わないんですよ。でさらに、ね、相手のモンスターを奪ってきてで、アドバンス召喚ねすることも可能だと、もうそこはね時代に、やりたくとやってもらえればなと思います。でゼノとかを守っていくためにどうするかっていったらクリボール3枚、イタカーの暴風、アヌビスの呪い、エネコンが2枚、さらに、底なしの落とし穴と、まあ、要するに相手を攻撃を防ぐカードをたくさんね入れております。で攻撃を防ぐだけでなく守備表示になってくれるので忍者マスターサスケ、このカードが裏側あ表側守備表示モンスター攻撃したダメージステップ開始時にそのモンスター破壊すると、まあ、相手の守備力とかね一切関係なく破壊することができます。さらにこちらドリロイド、このカードが守備表示モンスター攻撃したダメージ計算時に前か計算が回復ダメージがカードメンチ計算前に発動するそのモンスターを破壊すると、これはね、裏側障子でも破壊することができるので、ドリロイド
の方が正直僕はね、3枚持っていれば3枚入れたかったなといったところですね。まあ要するにゼロで相手のモンスターを奪うで進行召喚するといった形ですかね、基本的には。まあそうでなくとも、ドリルロイド、忍者マスター、サスケがいるので相手を守備表示して殴っていってどんどんね、突破していくといった構築も可能です。さあということで、ね、じっくりねシンクロの方を味わっていただければなと思います。それではね、もう一度もしね、最初のクイズ意味上がったよっていう方がいましたらグッドボタン、そしてこうできこの動画少しでもいいな楽しめていただけた方、どうぞチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。ということでデュエルスタンバイ。もう力にの私は知りたいのだから、ここで立ち止まるわけにはいかない。あなたは私との戦いで敗北を迎える。その定めから逃れることはできません。デュエル、私のターン。フィールドにリバースカードを出します。フィールドにリバースカードをセット。私はターンエンドです。ドロー、カードをセット。カードを伏せるわ。うん、モンスターを通常召喚。行くわ。バトル、これで攻める。モンスターでダイレクトアタック。私はターンを終了する。私のターン。それでは参ります。モンスター効果を発動します。手札からフィールド魔法を発動します。私のカードはモンスターを召喚。私はターンエンドです。私のターン。ドロー。モンスターを伏せるわ。カードをセット。私はターンを終了するわ。ドロー。それでは、モンスターを伏せます。私のバトルフェイズ。さあモンスターで攻撃。分かっていたわ。モンスター効果発動。リバースカード。しまった。オープン。カウンタートラップ発動。やはり来たわね。リバースカードオープン。リバースカード。やはり来たわね。リバースカードよ。トラップカード。ターンエンド。油断はしないわ。私ドロー。私はモンスターを通常召喚。行くわ。モンスターをシンクロ召喚。モンスター効果発動。バトル。さあ攻撃。モンスター効果発動。未来だ。これで攻める。ダイレクトアタック。勝った。今の私には仲間たちがいる。その思いには必ず応えてみせるわ。もう力にのま、デュエルの中でこそ感じ合えることがあるはず。さあ始めようぜ。デュエル、俺様のターン。
召喚だ。モンスター効果発動。カードを伏せるぜ。ターンエンドだ。私のターン。ドロー。モンスターを通常召喚。モンスター効果発動。ダークバージャーを召喚。私はモンスターをシンクロ召喚。させるか。リバースカードオープン。トラップ発動。さあ来い。モンスターを特殊召喚だ。カードを伏せるわ。バトルどいてちょうだい。モンスターで攻撃するわ。私はターンを終了するわ。俺様のターン。ドロー。こいつだ。モンスターを攻撃表示で召喚だ。手札から魔法を発動。やはり来たわね。モンスター効果発動。ターンエンドだ。私のターン。ドロー。私はモンスターを通常召喚。バトル。これで攻める。モンスターで攻撃するわ。モンスター効果発動。リバースカードよ。速攻魔法発動。これで攻める。ダイレクトアタック。このまま押し切るわ。俺様が負けただと。大丈夫。今の私にはもう呪われた力はいらない。